どうも、ベッキムです。今日は5月の23日です。それでは早速行きましょう。5月23日は何の日でしょうか正解は日本で初めて地下鉄が開通した日になります。もともと人間ではなくて郵便物を運ぶために作られたと言われています。今回はその地下鉄を使って、この名古屋道の代表格であります、センに行って台湾ラーメンのイタリアに挑戦したいと思います。 初めて食べるので楽しみです。ぜひ最後までご覧ください。それでは早速行きましょう。さて、やってきました。こちらは店のヤバ店になります。もう名古屋飯といえば、もうこの店の台湾ラーメン、非常に有名ですよね。今回はその台湾ラーメンを食べていきたいと思います。さあ、こちらは店のメニュー表になります。今回の目的は、台湾ラーメンのイタリアンを食べようということですので、それを注文したいと思います。ただ、メニュー表には載っていないですね。 メニュー表には台湾ラーメンと、あと辛さ控えめのアメリカンは載っています。辛すぎるから、なかなか注文する人がいないんですかねでは、台湾ラーメンイタリアンを注文していきますさて、注文した台湾ラーメンと台湾のイタリアンが到着しました。今回はですね、イタリアンがどれだけ辛いかっていうところをですね、比べるために、台湾ラーメンをですね、合わせて注文しました。それでは、早速見た目から見ていきましょう。こちらはですね、普通の台湾ラーメンになります。 こちら普通の台湾ラーメンでもこのようにですねすくってみるとはいとうががですねたくさん入ってくるのでもう見た目からしても辛いですよねもう見てるだけでも汗が垂れてきそうな感じを受けますそしてこちらがですね台湾ラーメンのイタリアンになりますもう台湾ラーメンと違っても見る感じにもう真っ赤っかですねこのようにスープをすくってみても唐辛子そしてニンニクがもうふんだんと入ってきます それでは実際に食べていきたいと思います。一体どれだけ辛いんでしょうかせっかくなのでもう一回ちゃんとこのイタリアのですね、この表面を見ていただきたいんですけれども、もうこのふんだんに唐辛子を使っていて、もう真っ赤っかです。これ実際画面上では伝わらないんですけれども、これも匂いもですね、ニンニクと合わさってもう本当に刺激的です。果たして全部食べきることができるんでしょうか それでは実際に麺を食べていきたいと思います。一体どれだけ辛いんでしょうか果たしてすすれるんでしょうかもう本当にどうなるかわかりません。では、すすっていきたいと思います。いただきますあかーん辛ーいもう口の中がファイヤーですいやー、これもう頑張って食べてますけど、もう口の中ですとか、あとはもう胃の中がですね、もうドエリアほどなってますね。 もう胃の中に関してはもう大火事ですわ。でもなんだろう。なんかですね、もう病みつきになると言いますか、もう本当にですね、箸が止まらないんですよね。もはやもう未然台湾中毒になってます。さて、一方でこちらがですね、普通の台湾ラーメンになります。もうイタリアンを見た後なので、もう可愛く見えますね。この店の台湾ラーメンも、この普通もですね、まあまあ辛いんですよ。 見てみてもわかると思うんですが、もう唐辛子どれだけ使ってるんだっていう話ですよね。でも実際にちょっとこちらのですね、ラーメンもすすっていきたいと思います。以前のラーメンはもうもちもちしていて、非常にですね、あの、のど越しというか食べ応えあるんですよ。まあ、ただ実際にやっぱ辛いので、まあ、どれだけ味わって食べることができるんだって話ですよね。さあ、麺をですね、それぞれ完食しました。 まだスープ残ってるよっていうふうに言いたくなるかと思うんですけれども、それはもうぜひ勘弁してください。ラストも食べ終えての感想ですが、この台湾ラーメン普通バージョンは、まあまあ美味しくいただきました。一方で、こちらの台湾ラーメンイタリアンに関して言えば、まあまあスープもですね、辛いですし、そのスープと絡み合う麺もですね、もう食べれていてもまあ非常に辛さを感じます。 まあただ、辛いものが好きな方に関しては、ぜひこのイタリアンをですね、挑戦していただきたいですし、さらにこのイタリアンよりももっと辛いアフリカンっていうのもですね、店にはご用意しておりますので、ぜひそのアフリカンもトライしてみてはいかがでしょうか。ちなみに次の日のトイレは保証できないので、頑張ってください。最後までご覧いただきありがとうございました。今後も日本のグルメ、そしてスポットなど多数配信していきます。ぜひチャンネル登録を よろしくお願いいたします。それでは See you next time!